小平霊園は昭和23年に開園し、今年で76年を迎えました。欅、桜、珍しいリギダマツなど武蔵野能面影を残す公園墓地として、四季折々の美しい自然を時を超えて引き継いでまいりました。この合葬埋蔵施設は、一つのお墓に多くのご遺骨をご一緒に埋蔵するという従来の家単位のお墓とは異なる新しい形式のお墓です。将来お墓を継ぐ人がいない方や生前でも申し込みいただける施設として、平成10年に1号機が、平成20年に2号機が設置されました。合葬埋蔵施設は東京都が永代管理するもので、私ども公益財団法人東京都公園協会が墓地管理者として日々の埋蔵や清掃などを行っております。本日の献花式は、この合葬埋蔵施設に永眠されているすべての方々の慰霊のために、毎年10月1日の都民の日に執り行っているものでございます。開設以来、今ここに眠るすべての御霊のご冥福を心からお祈り申し上げます。全ての御霊がこの小平の地でこれからも安らかに眠られますよう、心を込めて管理してまいりますことをお誓い申し上げまして、主催者の挨拶とさせていただきます。令和6年10月1日主催者代表、公益財団法人東京都公園協会小平霊園管理所長、小島純子